こんばんは、 PR チャンネルファッションカレッジ講師の星場義政です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。今日も夏に一番ふさわしいアイテムをいろいろご紹介していきたいと思います。もうこれですね。はい、今日はねアイウェア特集です。2年ぶりとかかなり久しぶりのアイウェア特集ですね、うん、そうなんだよ。あれかな、去年はどこにも出れないとかっていうムードがすごい高かったから、うん、近くにお散歩とかはもちろん、うん、そういう時にも日差し強くなってきたらかけたいですもんね。そうなんだよね。プラスやっぱりファッション夏になるとアイテムが少ないんですよ。確かに、うん、数がね、暑いからどん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 削ぎ落として究極 T シャツと短パンでいいじゃんみたいな、ちょっとだけ実は足してあげた方がいいんですね。時計で足す、ジュエリーちょっとしてみたり、実は今日もジュエリーしてるんだけどね、チラッと。お、今日ダミアニなんですけどね。お、最新のやつですね。まあ、あとだから、まあ、僕はずっとこれかけてるけれど、これはメガネとしてかけてるんだけど、サングラスを足したりとか、うん、顔周りにちょっと足していくっていうのはすごくいいんじゃないかなとは思うんですけど。なるほど。じゃあおすすめアイテムお聞きしていきたいんですけれども、うんうんうん、ちょっと質問に答えていただきたいなと、はい、高1なんですが。高1、はい、若いね。 PR チャンネル見てるんで、ね、見てくれてるみたいです。ありがとうございます。高1なんですが、どんなサングラスをかけたらいいですか？ちなみに鼻がめちゃめちゃ高いです。いいね、うん、鼻が高い、つまり鼻がでかいってことじゃないですか。でそうですね、つまりあそこがでかいってことじゃないですか。それって、え、そうなんですか。いや、それはね都市伝説だからあんまり何とも言えないんですけど、うん、ちょっと聞いてみたいですね。コメントにぜひください。実はかけるか、そんなこと超チャンス来たなと思って嬉しくなっちゃったんですけど、ね、どうですか、若い方がかけるサングラス。メガネもそうなんですけど、顔の一部じゃないですか。だから自分の顔の形を知るっていうことが大事で、丸顔なのか四角い顔なのか、はいはい、鼻が高いのか鼻が小さいのかでも全然違うと思いますし、うん、あと自分の黒目の位置とこのレンズの位置が真ん中に来るかどうかっていうこともすごい大事です。なぜかというと、はい、このサングラスだったりメガネだったりっていうのはそもそも視力矯正具なんです。例えばサングラスでいうと一番最初に発達したきっかけって何だと思いますか？飛行機乗りの方とかがよくつけてるイメージはありますけどね。でもいい線いってますね。言ってます、うん、サングラスはね実は戦争なんだよね。あ、飛行機上空になるとやっぱりかなり紫外線の量とか光量が半端ない強い、まあ、紫外線だったりするのをカットするためにサングラスがどん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 発達していった。うーん、有名なところでいくとアメリカンオプティカルっていうブランドがあるんですね、はい、うん、あとレイバン、でもう一つイタリアでいうと、ペルソールっていう、はい、それもやっぱり軍に供給してたんだよね。もともとはたどっていくとそういうところから来てるルーツのものが多いと。だから基本は見えるかどうかっていうことがすごい大事というか、だからこのレンズの位置が目が中央に来るっていうのがすごく重要なんですね。そう、一つ基準があるんですよ、はい、ここにねちょっとサングラスがあるんでちょっと見ていただけると、はい、テンプルと言われるこの横のつるの部分ですね。でこのテンプルの内側に数字がね書いてたりするんですよ。あ、書いてる。最初の数字がレンズの横幅ってことですね。なるほど。でブリッジの長さ、ブリッジっていうのは橋のことを言うんで、ここです、真ん中の部分、最後の3桁の数字テンプルというここの長さですね。人間のこの顔の形数字で表して、メガネのサイズっていうことをどこ見ればいいのかっていうことが書いてあるんですね。ここにこの高1の方はですね、ぜひアイウェアショップに行っていただいて、うん、店員の方に、まあ、どんな風なメガネが似合うかどうかサイズをちょっと聞いた方がいいですね。サイズも測れたりするんですかね？測れます、全部測ってもらって、うん、そしてこの指標ですね、これを元に、うん、ぜひお好みのサングラス見つけてみてください。あとはどう見られたいかということも大事なんです。金属だと冷たい印象、うん、セルフレームだと優しい印象、あったかい印象になる、はい、あとレンズの色もありましたよね。グレーなのか黒なのかブルーなのかも全然印象が違うんで、うん、どういう風になりたいなっていうのをぜひ妄想していただいてね。妄想していただいて、まあ、今日 BR でももちろんご紹介いたしますので、はい、ということで今日は、はい、この BR チャンネルでも紹介して売れてる、はい、日本のブランドで、うん、ブランっていうのがあるんですね。ありましたね、はい、何度もご紹介しましたね。スペルで BLANC、 意味としては白っていう意味で、白は何色でも染まるっていう意味で、シンプルなデザイン、シンプルなファッションにどのスタイルをかけてもすごくしっくりくるってことで、うん、ものすごく売れてるブランドなんですけれど、以前もご紹介した時に日本で作られているブランドだからこそ日本人の顔とかの大きさにすごく合うっていうお話が出ましたよね。そうなんだよね、うん、実はさっきお話ししたペルソールだとかっていうのはイタリア人に似合うメガネ、うん、だから日本人が実際かけたりするとちょっとずれ落ちたりするんだよね。私もこのアイウェア特集
習をやってどうしてもレイバンが欲しくなって買ったんですけど、後ろを調節してもらって、うん、ギリギリかなみたいな、うんうん、やっぱちょっとサイズがピタッとくる方がいいなとは思うので、やっぱそういうゆきちゃんみたいな人にとってはもうこのブランは間違いなくぴったりで、その中でも今日はいろいろあるんですけれど、今日ラインナップすごいですね。でさらに色のレンズっていうのは最近薄いのもねすごい増えてるのよ。これ濃度 25% なんですけど、ちょっと目が見えるぐらいのものをかけてる人も多いので、うん、サングラスっていうと真っ黒のレンズっていうイメージがどうしてもありますけど、うん、最近はそうじゃないのも多いんですね。目が見えることによってより安心感を与えられるってこともある。なのでこういう薄い色のレンズが今出てきてるんだけれど、うん、実は今日ちょっとね機械を用意してきまして、はい、今日紹介するのは超光レンズというものなんですけれど、超光レンズ例えばゆきちゃんだとこんなの、まあ、これちょっと普通にかけてみてください。はい、あ素敵、お似合いです。建物の中ではそれぐらいの色、でもさ外にいたりすると太陽が紫外線がバーって降り注いできました。それその中にちょっとメガネをですね入れていただいて、真ん中にある木の上 の, このボタンを押してください。そうするとレンズの色がね徐々に変化していくんで、紫外線の量に応じてレンズが変わるっていう、もう一回それでかけてみてください。さっきのゆきちゃんの印象よりも濃いんですね色が、レンズが。あ本当だ、ちょっと濃くなりました。めっちゃいいじゃないですかこれ。もともとはレンズの色はラベンダーなんですね。ラベンダーからグレーになるんです。あ、色も変化するんですね、うん、ちなみにこれ周りはねオリーブ色ですね。中のレンズもオリーブです。ちょっとグリーンっぽいんです。それが光を当てていただくとどうでしょう。あグリーンの濃度が濃くなるんですね。濃くなりますね、うん、ちなみにこういうセルフレームのタイプちょっとスクエアですね、うん、うん、あそれも似合うね。で入れるとそれは多分、ね、グレーに変化すると思うんですね。一つ目のものと同じレンズですかね、うんうん、さあどうでしょう。若干濃くなりましたねこれ。そういうことですね。それが太陽の光とかでガッと変わるんだよね。普通だったら外に出る時にかけて室内では外さないとちょっと見えづらかったりとかするけど、うん、外に出ればサングラス、うん、中では伊達メガネっていうことになってくれるってことですよね。そういうこと。これ欲しいな今日は。はい、その超光レンズのシリーズとあと通常のパターンといろいろあるんで、はい、ちょっといろいろかけてみていただいてもいいですか。わかりました、はい、かけまくりましょう。まず定番かけとこうかな。もう間違いなく買った方がいいよ。超シンプルタイプ私意外に持ってないんですよね。持ってないの。はい、あじゃあぜひ買ってください。あそれも似合いますね。これはメタルとセルのコンビネーションのパターン、2つの素材が組み合わさってますね。ちなみにね今のこの形はボストン型ですね。この言い方は日本でしかしないんだけどね。アイビーってあるじゃない、はい、アメリカのさ、うん、あの私立大学、うん、でアイビーリーグの人たちがかけてそうというところから本当はそういう名称はないんだけど、日本人が実はつけたのがボストン型とかウィリントン型って。あそうなんですね。下が逆算っぽいやつがこれがボストンで、ウィリントンが四角っぽい形。なるほど。この辺は割と丸に近くなりますね。今日のファッションにはそういうのありますけどね。おこれねゆきちゃんすごい似合うんだけど、ここの幅が実は大きいんですね。かっこいいんだけどすごい。こういうのもこれも綺麗な、なかなかこうちょっと 女性っぽい。うん、どうでしょう。すごい可愛くなりますね。フレームの色にピンクなんですね、それね。透明セルフレームはちょっと気になってました、うん、ちょっと夏っぽくていいと思います、うん、そうですよね。あこれいいかな。嬉しい、星葉さんが選んでくれてる。いやいやいや、ああ素敵なんじゃないですかこれ。どうですか、コンビネーションが合うのかもしれないですね。コンビネーションぴったりですね。意外性のあるところでいくと、はい、これ絶対ほとんど描けないこういうタイプ。確かにこれちょっと自分じゃなかなか選ばないな。だけどものすごいおしゃれな玉型ですね。これいけるかな。ティアドロップですねこれね、ちょっと変形の。あこれあ似合うけどね。アニメキャラみたいになってません。まあアニメキャラだろうねそれにレンズがついてるんです。色がこれの方がまだ、ああそうね、いいと思います。これめっちゃブラウンって、これはほとんどセルフレームで半分から後ろがメタル。これ珍しいですね。これすごい互い違いでね。どうでしょう。あそれ普通に似合いますね。なんか結構ありそうでないからちょっと珍しい。これもね実は超光なんですね。これはなんかもうシンプルな伊達メガネに見えますね。伊達メガネっぽいね。伊達メガネっぽいミラーレンズはちょっと最後にちょっとこっち見てもらっていいですか。もうシャンパンガンガン持ってこいよみたいな今日は飲もうぜみたいな。それやっぱりねこのレンズの色がねガンガン変わるんで、それミラーレンズで、うん、僕もちょっとかけてみましょうか。
あちょっとほら色が変わるじゃないすごい。そうですね、うん、海にいそうみたいになるでしょ。なんかこういう系の、うん、セルフレームのもの、うん、星葉さん似合いますよ。いやいやいや、これかけてみてほしいな。かけないからな。あえめっちゃ似合いますよ。いやちょっとダメですか。恥ずかしい、ちょっと恥ずかしい。自分がかけ慣れてないのをかけるのってすっごい、うん、恥ずかしいのよ。めちゃくちゃ変な汗かいてきた。あーまあ間違いない。大丈夫ですか。間違いないです。まあでもこれかな。これね、例えばさっきかけた、はい、これゆきちゃんかけてるんです。これかけてみましょうか。ちょっと印象変わんない。これなんかグッと明るくなるっていうか。このティアドロップ星葉さんにかけてほしいな。めちゃくちゃ危険なやつ来たじゃんこれ。かけさせ合う。これ結構モダンなフレームだからファッションっぽい。そうですね、うん、ティアドロップで本当はツーブリッジって言って橋が2つかかるのは普通の形なんだけど、これワンブリッジのね、70年代とかのフレームにちょっと近いでね。ちなみにこのブランっていうメーカー、日本のサバエなんですよ。作ってるメガネといえばサバエ、デニムといえば岡山。日本のデニムって今世界に全部供給してるんですね。日本のサバエのメガネも実は世界に全部供給してるんですよ。世界のサバエなんだ。世界のサバエが作ってるブランドがこのブランドなんですね。ものすごく作りもしっかりしてますし、うんうん、色出しも綺麗だし技術力もすごい高いんですね。かけてて思うのが、うん、めっちゃ軽いです、ね、ノンストレス。これ本当に軽い。かけ心地いいよね。いいですよね。あとこれがすごい柔らかくてしなやかだからこそフィット感がありますよね。いいよね。これ実はまああとメガネ屋さんで調整はしてもらうと思うんですけど、でもすごくかなりかけ心地いいと思いますね、うん、かけ心地いい、はい、結局どれが一番お気に入りに。これとかを使いやすそうな気がしますけどね。星葉さんどう思います。私にどれが一番。これが良かったですね。あこれですか。それは間違いない。間違いない、うん、それかこれですね。これ良かったですよね。ですか。かわいい。なるほど。なんかさっきのちょっとグレーのツー。そっか。これすごいサイズぴったりです、うんうん、テンプル146です。レンズの横幅47、ブリッジ21。だから相当コンパクトなんでこれぴったりだね。ぴったりですか。いや楽しかったです。やっぱりアイウェア界はたくさんかけれるので楽しいです。今日学んだこととしてはまあいろいろサイズがあるということと、やっぱりねかけてみないと分かんないと思うんですけど、一つの指標として先ほどの3つの数字、自分のお手持ちのメガネ、サングラスには大体書いてあると思いますので、うん、皆さんぜひですねお気に入りのサングラス、アイウェア、そして超光レンズの機能的な1本ですね、手に入れてみてはいかがでしょうか。ぜひ皆さん情報を参考にしていただいてね、ブランもお手に取ってみていただけたらなと思います、はい。それでは今日は以上ですかね。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。次回はこちらです。今日はですね、ニューノーマル時代に、まあ、一番ヒット商品といえば、はい、カットソーなんですよ、まあ、アンティチポという進化系 T シャツ、ヘンリーネック、さらにリブが入ってるカットソーの人気ブランドといえばフェデリーですね、はい、素材が違います。同じコットンでも、あちょっと水分量が多めな気がします。すごいね。それもう豆腐じゃないんだからじゃあ最後宣伝を。はい、私寺田由紀オンラインコミュニティステージ立ち上げました。ツイッターとかインスタグラムでは書いていない、この人は本当にここがすごかったみたいな裏話とかオンラインコミュニティの中に書いたりしています。気になる方はぜひオンラインコミュニティ遊びに来てください。そして個人の YouTube チャンネルもやってるので、みんな登録してね。キャラ変わった夏のムードメーカーで、じゃあちょっと目指しますそっち、はい、よろしくお願いします。そして星葉さんも、はい、僕が編集長を務めている、講談社のウェブマガジンフォルツァスタイル、そしてミニマルワードローブチャンネルという YouTube の番組もやってます。あとお二人でですね、インスタグラムもいろいろやっておりますので、ぜひ登録していただければと思います、うん、皆さんまたお会いしましょう絶対キャラが違うけどまあいいやバイバーイ。チャンネル登録ここだよ、ここだよここだぜ、ここだぜ、おすすめ動画はここだよ、ここだよ